皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もeFootball 2024、今週のエピックはイングリッシュアタッカーズ。さあ、襟を立てている2人がね、真ん中左にいますけども、カントナが初搭載ですね。ついにやってきます。ヨークとキーンはね、いいラインブレーカーですからね、聞くという方多分いるでしょう、ね、毎週こんな感じでね、紹介動画撮ってますので、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。まあ今週はね、コインをね、温存できるガチャなんじゃないですかね。うん、ありがたい。毎週引いてたら大変なことになりますからね。さあ、ハイライトはこちらの動画を確認してみてください。今回の強化枠がディアビとジョエリントンなので、まあそこも注目かな。適正空いたんでね、ディアビ150ボックスでね、狙える方は狙ってほしいね。結構他のね、ドリブラーラインナップも充実してるから、メンバーはいいんですけどね。ということで今回はこちらの3名見ていきたいと思います。さあ、まずはロビー・キーンからラインブレーカー、B 固定、シュートプラス2ですね。ボルコン決定力、キック力、フィジカルですね。今回のメンバーは全員シュートみたいですね。能力はこんな感じとしてみました。いや、意外と強いんですね。侮ってはいけません。決定力88、オフェンスセンスもあるし、キック力90は魅力あるな。で、スピード瞬発もまあそこそこにもあるよね。まあスピードこそね、90は超えないものの、まあ85ぐらいあれば割と速い方ですし、ボディコンの高さ、あとは足元しっかりと作り込んだら80以上。グランダーパス76、非常に安定感高くて、フィジカル全然振ってないのにしっかり70到達とか、トータルバランスのいいタイプですね。これで逆足頻度が結構高ければ、もうちょっと評価されてもおかしくない、それぐらいのポテンシャルは秘めてるし、あとはラインブレーカーなんですけど、 ST 空いてるのがちょっと便利なんですね。さらにスキルも結構良くて、ワンタッチシュート、コンカー、ミドルシュート、3つのシュートスキルを持ってますし、闘争心、ほんとパス系とか追加されたり、ダブルタッチつけたり、まあ、そういうことできればより輝けそうですね。2トップとか組んであげると良さそうかなって思うラインブレーカー。万能タイプだけど、まあこれといって突出したっていう感じはないかもね。似たようなラインブレーカータイプはちょっと出てきてますから、ね、ただ過去と比較してもまずレジェンダリーですけど、まあ圧倒的に強くなってるし、特に得点力、決定力、オフェンスセンスプラ8でかいと思いますね。一応スキルでいうとコンカが追加されて、ライジングがなくなっていて、頻度が高いから普通になってるっぽいですね。まあその違いはあれど、さすがにこの能力差叶うわけがなく、今回の方が強いでしょう。さあ、無料配布の候補にも入ってたエピックとの比較ですね。圧倒です。ほぼ上位互換と言えそうです。特にオフェンスセンス、決定力が4とか3とか上がってるんで、かなりの違い出てくるでしょう。キック力とかボディコン、フィジカルとかその辺も地味ですけどね、4とか上がってますからね。こちらも基本的にライジングのところにコンカがついたような形で、逆足頻度がまた高いから普通になって、高いのままで良かったのにちょっとそこ惜しかったですけど、まあ、シンプルに強化版です。さあ、続いてヨーク。こちらもね、175cmと B 固定、ラインブレーカー、シュートプラス2ですね。安定です。さあ、ヨークもよく確認したいんですけど、結構強くないですか。175cmのサイズはロビー・キーンと一緒かな。逆足頻度がこちらは高いで、精度は普通です。そしてオフェンスセンス、決定力、この大台の数値、特にオフェンスセンス97まで伸びますからね。キック力87で、足元も作り込んであげれば80以上は叶いますし、パスもしっかり70以上とか、そういういい数値は知ってるんですよね。こちらもバランサータイプで、スピードはまあそんな抜けている数値じゃないですけど、87もあれば悪くはないでしょう。ジャンプ、ヘディングの数値とかも高いんですよね。空中戦もいけそう。瞬発は92まで、まあ、ボディコンがちょい低いか、もうちょっとプラン10とか欲しかったかなっていうところで、欠点はそのところぐらいかな。あとはバランスがいいんだけど、トータルバランス良くても突出した何かがないと、ちょっと今のね環境は苦しいところかな。あと逆足頻度はいいとして、精度を上げてほしかったね。スキルはこんな感じ、ワンタッチ系両方持ってたり、ヘッダーなんかを持ってます。闘争心もありますが、ちょっとシュートスキル、ミドル、コンカとか欲しいし、あとはスレパスとかあったら便利だし、エアバトとかももしかしたら欲しくなるかもしれませんね。そういうスキルがもうちょっと追加しないといけないのはネックかも。こちらもね、誰かと2トップを組ませたりとか、そういう形がいいんじゃないですかね。3トップの真ん中、1トップとか、この選手で何とかしようってなるとちょっと苦しいものあるかも。誰かと組ませて連携からとか、そういう形がいいのかも。まあ身長は小柄ですからね、扱いやすさはあると思うんですけど、この選手はボディコンがやや低いかなっていう感じ。そして過去のヨークとの比較。まずはレジェンダリーですね。オフェンスセンスプラ10、決定力プラ8、圧倒です。これは乗り換えですね。スキル一応 PK キッカーがついたようです。まあ地味なところで言うと、逆足が逆になりました。頻度が高いに、精度は普通に。精度高いまま良かったね。あと波もね、一応小さいから普通になってます。まあそこも違いはありますが、まあ B 固定なんで問題ないでしょう。シンプルにまあ一応上位互換かな。そしてエピックヨークとの比較、オフェンスセンス、キック力、この辺がね大きく抜けていますし、能力は圧倒してますね。一応またスキルが PK キッカー追加、波は変わってないものの逆足がね逆になってます。まあこれも基本的には上位互換なので、まあ、乗り換えるべきかなっていう感じ。ただそこまで圧倒してるって感じではないんで、選手好きの方はね狙ってもいいかなぐらい。そして身長が同じ 175cm のラインブレーカー、今回搭載のヨーク・キーンの比較、こんな感じですね。まあ、得点力はヨークの方が秀でてるけど、ボディコン24違いっていうのはかなりでかいんじゃないかな。キーンの細やかなドリブルとかはありそうかな。キック力はキーンの方が高く、体の強さなんかはヨーク持ってます。まあ、全体ヨークだけど、細やかさとかドリブル面、ST ができるところ、まあ、その辺はキーンに軍配かも。逆足は逆ですね。一応スキルの違いもね記載しておきますので確認してください。トータルシュートスキルはキーンの方が優れてるか。まあスキル追加できるんで、まあこれの差ならフィニッシャーとしてはヨークの方がいいんだけど、ドリブルで運ぶ面とか考えたらキーンの方が良さそうなんだけど。さあラストカントナですね。リンクフォワードでの登場、 B 固定ですね。 188cm、 シュートプラス2になっています。さあそんなカントナこんな感じにしてみました。まずはリンクフォワードなので苦手な方は OMF で使いましょう。私は OMF を想定しました。センターフォワード育成だとまた変わるんで後で見ます。まずは OMF で考えるとこの数値すごくないですか。結構能力強そうです。まあ、身長がね188あるんでちょっと重たさ不安だな。スピードは85あるものの、まあ、スピード85ぐらいだとこの 188cm までスピード感感じないんでしょうね。瞬発91、特にキック力の数値かなり抜けていて100大台突破です。スタミナもあったり足元の安定感でパスや決定力もそこそこにしっかり備えられていますし、あと体の強さ、身長もあるんですけどフィジカル81とかジャンプの数値なんかも割と高いんでそこも魅力かな。あとアグレッシブネスが84と数値高いです。逆足も高い波小さいの B 固定になってます。さらにスキル考えても中盤で良くないかみたいなスキルなんですよね。ワンタッチシュートがありません。センターフォワードで使う方は絶対つけましょう。ワンパスルーパー、アウスピー、パス系中心にしっかりと揃っててミドルシュートなんかも持ってます。キック力もねかなりあるんでライジングシュートとかシュート系つけても面白いし、スーパーサブもワンチャン面白いかも。センターフォワードで言うとまあこんな感じかな。まあ、キック力はそのままにしたかったので残しつつって感じかな。もうちょっと得点力触れると良かったんですけどね、ポイントが足りません。スピードちょっと削りつつ得点力を伸ばすみたいなこっちの育成もいいかもしれませんね。まあ、どっちにしろ身長188あるんでスピードが85でも80でもそう変わらんのじゃないかな。そして身長の高いリンクフォワードだと誰かなと思った時に B 固定だとベンゼマを思いつきました。同じフランスですしね。ブースター込みで比較するとこんな感じです。圧倒能力の違いが凄まじい。まあ、得点力は負けるもののもう OMF できますからね。同じリンクフォワードでベンゼマ外そうってなると右ウィングですからね、ちょっと使いにくいんですよね。その辺考えたらこの能力差 OMF もできる、まあ、スキルの違い一応記載しておきますが、これはカントナ勝利でもいいんじゃないかな。今現状リンクフォワードの B 固定として新たなカントナ面白い存在に。さあということでねこの3名でございます。皆さん引きますか。いやちょっとね一人一人見たら能力割と高いんですけどね、比較対象手元の選手を確認してください。この選手たちよりも強い選手いるはずってなるとね、ハイライトだけではちょっと引きにくいガチャになってしまう。今週はコインを温存しましょう。こんな感じで毎週紹介やってます。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。今週以上です。さようなら。